はい、どうも、うずです。話題になってるゲームって言えるのかな？はい、こちら、任天堂スイッチ専用ゲーム、リングフィットアドベンチャー。最近発売されたばかりのフィットネスゲームなんですけれども、これを早速プレイしてみて、ちょっとその感想を言いたいと思います。まあ、感想の前にどういうゲームなのか簡単に説明。これはリングコントローラーなんですけど、このリングにスイッチのジョイコン、コントローラーを一つ差し込んで、もう一個、これです。太もものところにもう一個のリモコンをバンドで留めておく。これで、準備の方ができた形になってまして、これを動かしながら、いろいろとゲームを楽しみながらフィットネスしていくっていうツールになってます。で、私自身がちょっとやってるところは撮影できてなかったんですけど、うちの下の娘がね、やってるところをちょっとね、撮ったので、その映像をご覧ください。雰囲気だけね。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で早めのジョギングをしてください。はい。最悪だった。ゴールのところだけビクトリーポーズだ。腰を下げて伸ばせ。うん、125。すげえ。うん、すごいね。もう出るね、いっぱい。はい、といったように大人でも子供でも楽しみながら結構本格的な運動ができる、上半身も下半身もいけるというのがこのリングフィットアドベンチャーでございます。で、1日に、まあ、決まった時間をプレイしながら、確か3ヶ月ぐらいのモードだったかな、続けることによって、まあ、毎日続けることによって、しっかりした健康的な体を作れるっていうことで言われておりますが、もうちょっと1日やっただけでなるほどって結構ね、納得できるところが多くて、しばらく続けてみます。ただもちろん自分が泊まりがけでね、ちょっと出かける用事とか撮影とかもあるので、その時はさすがにできないんですが、まあ、自宅で過ごせる時はやり続けて、約3ヶ月後、自分の体重今75キロもあるんですよ。体重が重たいでしょ。身長がね170ぐらいしかないのに体重75キロってもうちょっと肥満だよね。なので、この体重が今度こそ落とせるかと。ただ一個注意点として、私このリングフィットアドベンチャー以外に程よくジムに通ってるんですよ、体力作りのために。なのでそれも含めてしまいますから、それさすがにね、それもちょっといきなりやめましたって言えないんで、それもやりながらこのリングフィットアドベンチャーを続けて、実際年末体重落ちてるかなっていうところをちょっと自分自身でもやってみたいと思います。まあ、ちょっと若干ね、企画動画的になってしまうんですが、ガチのダイエット企画とかではありませんので、まあ、ちょっと緩い気持ちで見といていただければなと思います。変化の方ね。変化するかな。あ、そうそう。ただね、この画面ちょっと。はい、これがちょっとまだ一回プレイしただけの状態なんですが、それぞれ、娘たちと同じところまで進めてみたんですね。ワールド1の2つのクエスト終わったとこかな。なんですが、これ、数値見ると、しっかりと、年齢というか、その人個人に合わせた、消費カロリー、あとは、運動負荷っていうのを割り振ってくれていて、しっかりと、みんながね、楽しめるように、設計されてます。こういうところが好感持てるよね、任天堂のタイトル。いいね。はい、そんな感じで、任天堂スイッチの新しい、ちょっと体を使えるゲームが登場しましたので、ちょっと運動不足だけど、ジムに行ったりとか、なんかフットサルとかね、ゴルフとか野球とか、そういうのをやる時間がないっていう方いらっしゃったら、ぜひ、任天堂スイッチのこのリングフィットアドベンチャー、かなりね、2ラウンドやっただけでもかなりね、汗かいたので、だいぶ運動できると思います、自宅でも。ほんとすごいの作るよね、任天堂すごい。おすすめのゲーム、フィットネスツールでございます。普段からいろんなガジェットをね、紹介して、カメラとか、オーディオとかいろんなものをやるんですけれども、こういったゲーム関係のツールも結構好きなので、自分で購入して、いろいろ、ちょっと情報共有をしたりする
こともあるチャンネルでございます。こういったような話好きな方はぜひチャンネル登録して見ていただけるとありがたいです。ではまた別の動画でバイバイ。このリングかっこいいな。なんかさ、悠々白書とかでさ、こういうチャクラムっていうんだっけ、使う人いなかった、こういうのかっこいいよね。ちょっと余計な話だな。あ、ただお気をつけください。これをやるにはさすがにちょっと広めな部屋とテレビが必要になりますので、私の例えばこの部屋だと物がガチャガチャ周りにあってとても危ないので、ぜひその空間スペースをうまく利用できるリビングとか、そういったところで安全にお遊びください。